日本東京都練馬区、高野台高野台は東京都練馬区の町名へ。住居表示実施済み。現行行政地名は高野台1丁目から5丁目。郵便番号は177-0033。練馬区の中央よりやや南西部に位置する。北部は目白通りを町境に、矢原、東部を石字井川を境に、富士見台、南部を石字井川を境に、南電中。 西部を石神井町と接する。南端の石神井川付近に西部池袋線練馬高野台駅が置かれている。武蔵野の湧水が注ぐ石神井川が流れているほか、都立石神井公園、光が丘公園にもほど近い。町域の中央あたりを幹線道路の笹目通りや、かつて大山などへの参詣者が通った富士街道が走り、北部は 巨大交差点として知られる、八原交差点の半分が町域内にあって、練馬区立総合体育館、東京ガス、練馬制圧所、ガスタンクも近くにある。駅周辺には当初大丸ピーコック、駅中商業施設エミオがあり、エミオには伊藤洋華堂などが入居している。また高層マンションが立ち並び、ささめ、目白通り沿いには、ロードサイド型店舗がある。 町のシンボルでもある石神井川は、稼働が拡幅されて、レンガ町の遊歩道ができ、春はソメイヨシノの名所にもなっている。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は、2015年1月1日の工事地下によれば、 高野台2から8から1の地点で35万6千円、平方メートルとなっている。長名寺級、武蔵国に島郡石神井村八原在家、後の八原村。1889年、八原村は、町村制施行により、石神井村大技八原となる。1932年、東京市編入に伴い、板橋区石神八原町一丁目及び二丁目となり、 1949年1月1日に、冠を外して、練馬区八原町1.2丁目となった。1965年4月1日に住居表示を施行し、八原町2丁目の明治路通りより、南の部分に、南田中町及び、下石寺院2丁目の一部を編入して、境界整理を行い、現行の高野台1丁目から5丁目までが成立した。八原町二丁目の目白通りより、 北は、矢原、矢原町一丁目は、富士見台となった。高野台三丁目にある、矢原山明楽院町名寺の通称の3号、東高野山から、住居表示施工時に命名された。高野台ではなく、高野台、と訓読みにしたのは、足立区に、高野町という地名が存在したことによる。住居表示では同一、または、類似する町名は、 基本的にはつけてはいけないことになっているため、組読みにして区別したものである。ありがとうございます。